皆さんおはようございます。やすひろです。今日は令和6年3月26日火曜日朝の10時20分です。ということで、今日はね、まあ見てわかる通りサンダーバード1号、これの、プラモデルのお話をしたいと思います。これはね、あの見てわかる通り青島の、プラモデルですね。こういう風になっておりまして、なかなかいいですよね。まあ、あの完成すると、こんな風になりますよという風な、代物でございます。安弘よく持っていたねと、うん、まあそうなんだよね。まあ、あの当時プラモデルが好きでね、結構、探してたんですよ、インターネットでね。それでたまたま、青島の、プラモデルで、サンダーバードがありましたんで、買っちゃいました。それではね、中を開けてみましょう。じゃじゃーんつってね、まずはね、こういう感じで結構精巧に作られてますよね。こんな感じでございます。そして次が、これはロケット本体だね。こんな感じですね。そして、これは土台になるのかな。こんにゃこんなもんで、シールがございまして、こんな感じになっております。そして説明書、ね、サンダーバード1号ということです。まあこういう風になっております。そしてね、まあ青島のプラモデルだから多分部品はあると思うんだよね。なかったらごめんねーってところなんだけども、それとこれはなんかな、なんか白い部品が入ってあね、まあ部品点数少ないから、塗装はそんなに難しくないと思いますけども、なんでこれ塗装しないんですかっつうと、なんか塗装するのがもったいなくてね、ずっとね、こんな箱の中に入れて保存しております。それにこの箱の絵ね、サンダーバード1号の、これがね僕は好きなんですよ。このプラモデルのね、箱の絵ってかっこいいと思いません？いいよね。まあ、ここの2号もいいんだけど、1号が飛んでるっていうところでね。ここに、サインが入ってるんですけども、ごめんなさい。私、なんて書いてるか全然わかりません。はい、安弘です。まあ、そういうことで、今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。